天狗になってたっていいじゃんかよ。それでいいじゃん。本人がそう思ってんだから。リスナーいっぱい来たら、お金がそこそこ入ってきたらって思ってんでしょ。それでいいじゃねえか。誰も文句は言わないよ、彼の生き方に。関わってないんだもん。そうだろ？彼が、今充実してんだったら、誰も口出しする必要もないでしょ？ リアルで関わってないんだから。前でいいんだよ。全然俺はいいと思ってるけどね。昨日、うなさんのことも言ってましたよ。ああ、そう。ありがとうって言っといて。話題に出してくれて。俺はだって彼に言われることは何もないと思う。だって彼とは全然違うから。彼はインターネット配信で、グッズ販売とかで食ってるんでしょ？あとは、ニコ生の公式チャンネルの収入とか。俺違うからお店一軒持って、女と二人で仲良くやってるわけだからさ。ジャンル違いだからね。おいさんは。だから彼のことを否定も肯定もしないよ。彼は彼のやれるやり方でやればいいんじゃない？いいんじゃないですか。問題ないと思いますよ。何を俺のことを言ったのかは分かんないけど、まあ好きに言ってりゃいいんじゃないですかね。何を言われたってうなちゃんマンだから。痩せたんじゃねえ。いい感じになってきたんだよね。おじさんはね、そろそろ女遊びしたくならない？一緒に住んでる女がいて女遊びしたくなるわけねえじゃん。な。言ってることが意味不明なんだけど。遊ぶって何？めんどくさいのに関わっていくってこと？いや、だったら結構だね、俺は今は。いらないね。何なんだよ、その女遊び。小僧がかっこつけたこと言ってんじゃねえよ。何が女遊びだよ。遊べんのかよ、お前は。俺は遊ぼうと思えば遊べるよ。まあ今そんな気になんかならない。ねえ。東京に戻る理由もないし。なんで戻んなきゃいけないのかな。そこ、家賃高そうですね。安いよ。あとは、なんか質問あんの？ないね、みんなもうね。ほぼ全て知ってることばっかりだからね。
これ見て家賃高そうに見える人が不思議だけどね、ワンルームだから。うん、どうしよっかな、あと一本飲もうかな。飲んじゃってもいいだろう、あと一本ぐらい。よいしょ。豚の角煮を復活させないの？作ったこと一度もないです。はい、復活も何もないんで。うん、ドラクロワさん、ないです。すげえよな、これ。朝から1,2,3,4,5,6,7、これ8本目だろ。余裕だよね。今日も夜店やんのに。あんたたち行くわよ。いいわね。ビビッ。すごくね。寝起きから8本飲んでよ。放送やっててよ、今日の夜も店やっちゃうんだから。あー、そりゃすげえわ。うん、佐野ってやっぱり体力あるよね。マジで。うん、なんなら余裕だもん。今日も夜夕方お前店で放送開けてニヤニヤしてるぜ、イーッとか言って。店の料理が煮物が多いですね。ああ、だからおでんと筑前煮ともつ煮は、これは毎日絶対あるやつね。それ以外は焼き物とか炒め物とかあるよ。ホルモン焼きとか。うん。あの、定番が全部3品が煮物なだけよ。正直それ以外は煮物はないから。なぜならば煮物っていうのは事前に煮とかないと提供できないから、事前に煮とくだけで、後の料理で煮るものって全部一個もないよ。俺んとこでだいたい25品ぐらいでいつも考えてんだけど、そのもつ煮、筑前、おでん、この3品以外で煮物は一切ないです。ないでしょ。だってよくよく考えりゃ、だから店に煮物が多いですねって華麗なるレイラさん、どのぐらいうちで煮物があるの？この3品は先に煮とかなきゃなんないものだから煮てるだけで、あとは煮物って何がある？教えて。